はい、どうもです。ごめんなさい、ちょっと鼻声なんですけど、まあ、最近ちょっと風邪流行ってるじゃないですか。まあ、僕もね、風邪ひいちゃったっぽくて、バカは風邪ひかないって聞くけど、まあ、ちょっとひいちゃったみたいですね。はい、おはようございます。ハロウィンの時もあったんですけど、次回のフェスの情報が公開されました。次のお題は、年末年始は誰と過ごす？家族 vs 仲間。らしいです。この年末年始っていうのは、クリスマスと、まあ、年明けがね、合体した、まあ、初詣とかですね。それが合体したイベントになってまして、初めてのイベントは、スプラトゥーンのハロウィンが、一番最初に実装されたんだけど、まあ、自分的にはクリスマス来ると思ってたんですけど、クリスマスとお正月の合併、合同イベントが、フェスとして行われます。開催期間が1月4日金曜日17時から、そして1月6日の日曜日の17時までの、今回はね、48時間フェス、まあ、2日かけてフェスが行われます。画像もちょいちょい見たんだけど、かわいいの 色がね、好き。金色ってのがちょっと豪華。金と白いいですね。これ白インクがスプラトゥーンで人気なんだけど、前回も白インクが人気でした。でも新しく金色という、これ初めてなんじゃない？金色って。ちなみにお題なんですけど、まあ、家族か仲間。この仲間ってのは友達とか、まあ、恋人とかも入るのかな？どうなんだろう。恋人は家族に入るのかな？どっちかわかんないんですけど、俺は、別に一人で過ごすからな、年末年始ってな。まあでも今年は初詣行きたいですね。毎年初詣で、とある神社に、まあ初詣しに行ってるんですけど、まあ、初詣って知ってますか？初詣っていうのは、1月1日に、神社に行って、まあその前の年のお守りを燃やして新しいお守りを買うとか、あとは、まあ今年1年いいことありますようにっていう、まあ、お賽銭投げたりするね。やつです。今年もね、一人で行きたいと思います。毎年一人で行ってるので。はい、ということで、このフェスに基づいて新しいギアが4つ追加されます。まあ、こちらですね。目通しといてください。このね、目がね、2019みたいな、イカゴで書かれてるのかな？これかわいい。ハチマキは、餅つきだよね。クールポコみたいになってる。男は黙って。ごめんなさい、ちょっと風邪ひいてんのに。やばいかもしれない、これ。あとね、クリスマスツリー被ってるのもあって、で、もう一個が、誕生日ケーキっぽいクリスマスケーキか。を、あ、違う。ハッピーニューイヤーのケーキかな。を被った、イカちゃんが、おります。これ、チンアナゴらしいですよ。チンアナゴ。